著者、山本周五郎、怒らぬ慶之助、朗読七味春五郎。一、御堂慶之助は、薩摩守家久の神。独高は三百国の昇神だが、締め付けとしては、年寄格に準ぜられる家柄であった。父、田左衛門は、慶之助、 十七歳の折、監視し、続いて母を失ったので、叔父鬼倉昌平、貢献となり、十九歳の冬、家徳をした。剣もよく使うが、ことに大神流の休日に達し、二十五歳にして、藩の四半角に干せられたくらいである。この慶之助、気風の荒い、薩摩武士の中にあって、珍しく、肝の寝れた若者だった。 へその起きて以来、まだ一度も起こったことがない。科目で、不愛想で、いつも老産のようにむっつりと構えているが、そのくせ何かことにあたると、驚くほど俊敏な才を発揮する。ケイノスケ、17歳の春。父、タザエモが監視する半年前のある日、父と共に、 庭で土いじりなどをしていたとき、林家のただ船の助屋敷で、にわかにただならぬ物音がして、覚えたか覚えたかと叫ぶ声がした。ちょっと見てまいります。京の助はそう言うと、大刀を取って引っ返し、門の外へ出て行った。すると、ほとんど同時に林家のくぐりが開いて、違っのを引っ下げた。 下ロの銅像というのが飛び出してきた。銅像ではないか。ケ之助が声をかけると、ギクッとした下ロは慌てて血が棚を後ろへ隠しながら。ほ、ほ、はい。どうしたのだケ之助が何気なく近寄る。銅像は狂ったような顔で後ずさりながら。だ、棚を切りました。棚を、どうして切った 私の生いわしたおよねを、旦那が手ごみになさいましたのです。およねはそのために、私を見捨てて。ケ之助は皆まで聞かず。して、これからどうするへえ。どうせ、死殺しの罪を犯しました、どうぞ。身が隠れはいたしません。これから、横目へ自訴して出る覚悟でございます。そうか。 ケ之助はうはずくと。では行け。へい。銅像がキビスを返す。刹那、ケ之助は一歩出て、抜き打ちに火腹へ行っと。えいあ五六歩突っ走ったが、前のみりに転倒してそのまま。口からおびただしくとけつしながら死んだ。つばウとを聞きつけて出てきた多左門が。どうしたと聞く。 ケ之助は刀を拭って鞘に収めながら。何このゲロメ、蔵之助殿を切って逃げようとしましたので、仕留めたまでのことです。仕留めた父は目を向いた。バカめ、守殺しの滞在を犯したやつ、みだりに切って何とする ?17 歳にもなって、順調を知らぬ致し方、申し訳あい達か。これで良いのです。 慶之助スケは平然として、ただ殿は、この下郎が言い交わした下女に手をつけられたのです。下郎は恋の恨みから主人を切ったのですから、表沙汰になれば、倉之助殿の家内貧乱が知れずにはすみません。出頭の武士が、下郎の女を盗んだ始末、もし世に広まるときは、ただのみならず、同藩一等の 面目でございましょう。たざいもんは黙ってうなずいた。昼は不憫とも存じましたが、すでに下老は恨みを晴らしております。いずれにしても死罪を免れぬ奴ゆえ、これを仕留めて領袖を除きました。いかがたざいもんは怒り声で。貴様どうしてまたさような死罪を存じある ひじ、長目と申しますが、私のは俗に地獄耳とか言われる、あれでございましょう。半年も以前から、かようなことにならではよいがと、暗示ておりました。けしからぬやつ。だいもん、会議に行った。十七ばかりで、さような竹の常時に気を使うなど、貴様、どくなものにならんぞ。心の中では、舌を巻いていのだ。 果たしてこの事件は、敬之助の扱い方、神妙であるということで落着した。横目の神座力というのは事に、ただ蔵之助とは遠辺にあたるので、敬之助のために、ただ一族の名が、怪させずに済んだことを感謝した。家督して三年目、すなわち敬之助、二十一歳の夏のことであったが、 大隅国、哀楽郡、西国部村に、大隅小八万という大社がある。神武天皇、行の創建と伝えられて、毎年8月15日が大祭にあたっていた。イエサは在国でさえあれば、必ずこの大祭に参って、自ら祭祀を剣ずるのを習いとしていたが、その年の参詣にあたって、例の通り、 友揃いをして城を出るとまもなく、道筋に兵士者ができた。先手頭は驚いて最良の国老にこの良しを申して順路を変えるように願い出た。その日何かあって朝から不機嫌だった家久はそれを聞くとますます免職を存じて、道を変えるか、今日は帰場するか、と今日を走った。 最良も、富に案が出ない。お道筋を変えるもよいが、三里用の周りになる上に、極めて険しい峠を越さねばならぬ。と言って、例年の大祭に、参詣中止ということもはばかり多い。どうだ、と、イエシが重ねて聞いたとき、恐れながら、と言って、友の中から、 圭之助が進みど、けいのすけがすすみでて。ご行列、このままおすすめあって、差し支えなしと存じまする。と言った。なに差し支えないとイエヒサが振り返って。死者のけがれを、かまわぬと申すかは武家として、いむべきものは、他にござります。死者のけがれを嫌って、戦場の駆け引きがなりましょうか 小八万は元より軍心におわします。何ぞ意味、はばかることがござりましょうや。平然として申し述べた。そうか。イエヒサは微笑と共にうなずいて。道を変えるに及ばぬ。行くぞ。行列は堂々と。八万に向かって発し、無事に祭祀を終わった。 に、寛永四年、千六百二十七年の秋、十月のことであった。圭之助が城に登って詰めていると、使い番の者がやってきて、殿のお召しだ、すぐにおばばへ、と知らせた。おばばへ気丈の支度で弓の用意をしてくるようにとの御意だ。ここでた。即座に支度をして立つ。 上中二の丸の馬場では、その時、貧客として滞在中の黒田子、忠幸のために、犬を追う者を催していた。これに用いる冒険ごと。これは弓組の車種が、いずれも見事に倒したが、別に一途、かねて、飯森山で捕らえておいた大きな狼。最後の一番として、拉致の中へ放った。 ところが、身の丈五尺に近く、俊敏、風のような画廊。自由に拉致の中を駆け回って、誰一人、これを倒すことができない。市販役、佐藤修造でさえ、三本の矢を居尽くして、不守備に終わった。どうしたさすがに、貧客の前で、面目を失ったイエヒサ。遠崎近く出てきて、土星を発した。は 修造は平服して、恐れながら、この上は、御堂、京之助を、お心見下されたく、と言った。京が弓をするか彼なれば、捕まつろうかと存じまする。呼べ。そして、京之助が、呼ばれたのである。午前へ出た京之助、この始末を聞くと、即座に手だれの弓。 矢を一筋だけ持って立ち上がった。イエシサは、これを見るより。市販でさえ、三筋の矢を持つに。ただ、一筋しか持たぬ難度。相変わらず、不敵なやつよ。と、膝を乗り出して見守っている。馬上、立ち近く乗り進んだ慶之助。狼は、立ちの向こうの橋を、抱く足で走りながら、ちらり。 しらりと、こっちへ目を向けている。ケ之助は、ゆるく馬を打たせながら、ややしばらく、狼の足並み、見ごなし、目の動きを、しさいに見つめていたが、やがって、うん。うなずくとパッともに、ぱっと駆け遅れた。写真をあげて、シックに出たケ之助と見て、狼も、ぐんぐん、足を速める。拉致のうちと外、 はじめは、と速整わず、両者の距離、あるいは近く、あるいは遠く。やがて、三回り余りもする。やがて、馬と狼との速度が、ぴったりあった。ゲのすけ、しっくする馬上にあぶみをはる。富田な、ゆ弓に矢をつがえて、引き絞るや。えい目にも止まらず、いてはなった。やった 一同が身を乗り出す。狼は首を射抜かれて、砂人の中に転倒したが、パッと羽を切ると、狂ったように、ギャッギャッ、ギャーン。悲鳴を上げて、二三弦横さまに飛んだまま、打ち倒れてしまった。ばーっと上がる感性。いかがイエスさん、んニヤニヤしながら、黒田港に振り返。 すさまじい、見物でござった。黒田忠之も微笑して。ただ、一筋の矢。よほど、心得あるものでござろうな。それは、家久、うかうかと。当藩の、休日師範を捕まつるよ。を答えた。慶之助が詰め所へ下がってくると、おじ、鬼倉昌兵衛がやってきて。 べかしたぞ、ケイ。と、白髪首を振り立てながら。殿には、ことの他の小満足じゃ。黒髪にの、あれは当藩、休日師藩だと申されておった。軽々しいことを、大せらる。ケイのすけ、苦い顔をした。余計なことを申すな。殿には殿のご支援があるのだ。ま、あよい。何にしてもよくやった。 今宵、わしの家で、祝いをやるから来いよ。またさように、不愛想な面をする。金の奴も小えも、追蔵鬼様が顔を見せるので怒っておるぞ。今夜は来いよ。しかし、どうも雨が降りそうで。黙れ降ったら、傘を差して参れ。諸兵は、足早に引き返して行った。ケ之助は、 四択を解きながら、娘小杖の姿を、ふと目の前に描いてみた。三。その夜、鬼倉小兵衛の宅には、実婚の若侍四五名が招かれてきた。これらはいずれも小兵衛が娘の婿にと選んだ人物で、中にも、伊能玄八郎という若者は、 カジ屋の剣を取って屈指の有名があり、しかも女にしても美しい淡麗な容姿を持っていた。その時、慶之助と同年の二十五歳。イエサが江戸で召し抱えた新山で、百国の昇進だが、将来を職望されている男だった。お前、まあ。昇兵の妻、金は、 娘の部屋へ入って行って驚いた。どうおしだえまだ着替えもしないで。私、着替えはいたしませぬ。でも、もうお客様はみんなおいでなされているよ。そんな支度でお供事ができますかお供事はこれでいたします。またそんなわがままを。いいえ、いけません。それでは皆様に失礼にあたります。嫌でござります。 小津は美しい目を振り向けながら。だって、ケのノクス様がおいでなさるのでしょう。イも来ますよ。だから嫌でございます。まあ、はきれた。金はわからぬというふうに。ケが来てはどうして嫌なのです。あたくしが着替えをしたり、化粧をしたりしていれば、ケのノスケ様はきっと自分が来たので、小津が、 おしゃれをしたのだと思います。ねはもう一度呆れた。あたくし、あの方には、うんと苦いお茶をあげるつもりですの。お前、ちろ次郎様は来ておいでですのいらしてます。小えはいたずらそうに微笑んで。では、さ様に一番良い手前を見せて差し上げましょう。あの方には、 お茶がわかりますもの。金は無言だった。敬之助とは幼なじみで、随分わがままの言い合いをして育った間柄ではあるが、この頃の疎因に加えて、美男の伊能源八郎が出入りするようになってからは、どうも娘小杖の様子が変わってきたように思われる。庄米の腹がどうあるかは知らず、 金のつもりでは、敬之助こそ、娘の婿と定めていたから、これは、胸を痛めずには、いられないことだった。金、金はいるかふすまの向こうで、小兵がわめいた。はい。何をぐずぐずいたしておる、ちゃおもたぬか。はい、ただいま。そう,そうに、娘をせき立てて、金は立った。 小嶺が茶を立てて客前へ出てみると、芸能助の姿が見えない。金がそっと小兵に尋ねてみると、今使いをやった。と、期限に答える。小嶺は玄八郎の前に茶を進めながら、男の光のある美しい瞳で見つめられると、ばれにもなく頬の熱くなるのが感じられて、胸の震えるのを抑えかねた。 原八郎は、作法を正しく喫して、結構なるお手前。お見事に存ずる。と言って、再びじっと、小嶺を見た。恥ずかしい。小嶺が、いさがるのと同時に、ただいま戻りました。と、使いに行った若者が、ふすま際へ手をついた。どうしたは、御堂様には、 一時よも前に、こちらへと大勢られて、屋敷をお立ち入れなされましたそうにござります。なに出かけたというか。小兵の額に、感触筋が現れた。と、ちょうどその時、庭先から院へ、ぬっと上がってきたものがある。当家の中へ入ったのを見ると、御堂慶之助だ。いやあ、いずれも。 はやお集まりか。と、平気な顔である。お集まりかではない。どこをうろうろして参った。半時よも、みなみなをお待たせ申して。けしからんではないか。それは失礼。けのすけ、空いている席へ座った。もうさっき来たのですが、裏庭で六衛の奴が巻き終わっておりましたので、ちょっと手伝っていたのです。あの、長男は、 もう、慎重せぬといけません。いや、いずれもご容赦。正兵、怒鳴るわけにもいかず、恐ろしい目で、慶之助を睨みつけていたが、妻へ振り返って、坂りの支度をせい、叱りつけるように命じた。四。酒、やや進んだ頃である。 一座の者が口を揃えて、ただ一死に、朦朧を痛めた慶之助の子を称していると、伊能源八郎が、静かに酒月を置いて、なるほど。今日の弓一番のお手柄でござる。しかし、一言、お尋ねつかまつるが、と、慶之助の方へ向いた。その説は、未同時、矢をただ一筋のみ、 お持ちなされたと受けたまわるが、事実でござろうか。それも。けイのすけは酒をたしなまぬので、さっきから、山芋の煮つけばかり、三度もおかわりをしている。玄八郎の質問など、気にもかけぬ様子だ。ほう。玄八郎は微笑して。それがし、承知つかまつるに、旧社には命やと申して。 二の矢をそうて持つを弓道の習いと聞き及びまするが、何ぞお心得あって、一筋のみ持たれたのでござるかされば、啓之助、目も上げずに。一矢で射止めることができると存じたゆえ、一筋のみ持ったのでござる。なるほど。玄八郎の目が狩りを帯びてきた。しかし、たとえ一矢にて、 むることができるといたしても、命やを控えるこそ、武道の心得ではござるまいか。するとい皮肉だ。暗に気候の振る舞いは、拷問ではないか。と、言わんばかりである。慶之助はそれには答えず、知らぬ顔で芋を食べる。慶<イ>、小兵が苛立って、犬をうじの申されることも、もっともとは思わぬか。 へ返事をせい、へ返事を。おい。けいのすけは、しんみょうにこたえて。おじうえのおとばゆえ、いまいち一もうしあげるか、ひとやにてしとめるのに、なんのひつようあって、にのやをよういつかまつろうぞ。ぶどうのこころへとは、にのやをひかえることでなく、いちのやにてしとめることだとぞんずる。おばうえ、はばかりながら、このいもをもうひとさら、 しかし、万一依存じたら。いや、ケイノスケはきっぱりと。万一にも依存ずるようでは、五の矢十の矢を持つとも、飼いなき技でござるよ。玄八郎の唇が危惧案だ。狼を相手には、さようにも申されようが、もし相手が拙者であったなら、どうあろうか。 それがしも剣には、いささか心得がござる。御堂氏の矢表に立って、一の矢を切って落としたとき、二の矢を持たずして、いかがなさるか慶之助は、小姉も帰ず。さよう。二の矢の必要はござるまいよ。何玄八郎は、袴の膝を掴んだ。では、一の矢。 拙者に切って落とせぬと申されるかされば、源イノにやりと笑いながら、小嶺の運んできた芋の皿へ端をやる。イノウゲンパチは膝を乗り出して。はい、てつかまつろうと叫ぶ。未同寺の一の屋、切って落とせぬかどうか。この上は、実地に心むるよりほか、いたしかたあるまい。 まあ、待、ま、たれい。正兵が精神にかかったが、武道の試合でござる。乙女立て、ご無用。がんと断って。御堂寺、ご依存はござるまいな。されば、と、口の芋を飲み込んで、ご所望に任せましょう。よろしい。では拙者から、人場所を申す。場外、肌のがう。明日、四つまでに。 おいでくだされ。心得た。ごどう座の処刑には、その折、海添えとしてごじらい、お願いつかまつる。どう、仲裁しようもない始末となった。胸を躍らせながら、この異世を見ていた小添玄八郎の怒りが、どうやら自分に関わりのある様子らしい。自分と慶之助とが縁続きであるところから、 あるいは嫉妬して、ケイノスケに試合を挑んだのかもしれぬ。そう思うと、何か頭がカット熱くなって、座にいたたまれぬような心の乱れを感じてきた。座がしらけたままに、酒盛りは終わった。客がみんな帰り去ると、小杖は父の前へやってきて、明日の試合を、 中止させてくれるようにと言葉を尽くして頼んだ。しかし、小兵衛は、武士が武道の論を実地に心むるに何の止める必要がある。原発、京ともに心得のあるやつだ。端から口出しをしたからとて後に引くようなものではない。まあ見ておれ。と取り合わなかった。 五。翌朝のこと。父母の目を辛くも逃れて、小津はただ一人、御堂の屋敷を訪れた。京之助、幼少の折から、忠実に仕えている老木、直助は、小津の顔を見るより、俺はお嬢様、と、急いで迎えて、旦那様も、ご一緒でござりまするか。いえ。 小末は気をついて。あのー、ケ之助様はたった今の先、お出かけなされましたよ。もし、お嬢様が見えたんなら、先に参りましたからと、そう申し上げてくれと、教えられてな。ああ、遅かった。つぶやくとその足で、挨拶もそこそこ、肌の腹の方へ急いだ。腹には、 すでにみんな集まっていた。小兵はもちろん、海添えとして4名。宇野宗五郎、長谷部太蔵、茅田久吉、萩井仁也、そして少し離れた雑木林の中に、娘小杖が胸躍らせて立っている。支度はよろしいか小兵が進み出て。武道の試合は、勝敗とも、 後に遺恨を含んではならぬ。承知であろうな。は、玄八郎はうなずいた。矢五郎は三十歩。勝負はや一筋。やたるか、切って落とすか、それまで。承知でござる。いざ。玄八郎はそう答えて、静かにその場をし去る。玄之助は読みに。 木で作ったカブらの矢尻を打った、や一筋を持ち、矢ごろを測って立った。小兵はじめ、四名の海賊は、両輪の中間にやや下がって、瞬きもせず、見守っている。いざケイノスケは、暗い鳥をすると、弓に矢をつがえて、きっと見る。玄八郎は、静かに、 大刀を抜いて、正眼、帽子上がりに構えた。しばらく、玄八郎の構えを見つめていた圭之助、ずっと弓を上げるや、キリキリと引き絞った。と、その時、雑木林の中に、目を離たず見ていた娘小勢が、悔い声で。あ、慶様、お弓が。 つぶやく、切つ鶴がなって、仮のように飛ぶや。えいするといさけびとともに、ちろうの頭上にけんこうが飛んで、かぶらやは見事に切って落とされた。おお<う>と思わず、うめく人々。はっぱれ、おごと。はぎいじんやをはじめ、四名の海ぞえは、手をあげてちろうへ。 韓国の声を送った。井の氏の勝ち。小兵はそう宣告すると、平然と、こちらへやってくる慶之助に向かって噛みつくように。昨夜の公言はなとしたけいや、慶之助はそっぽを見ながら、井の氏は達人でございますな。と言うと、そのまま。いずれもごブ礼つかまつった。さらば。 待て。小兵が声をかけるのに振り向きもせず、さっさと腹を横切って立ち去っていく。さすがは、カジハ達者の腕前、良き勉強をつかまつったよ。実にお見事。人々が寄って褒めるのを、玄八郎は静かに刀を鞘へ収めながら、女のように上気した方へ、ニット、微笑を見せて。 お恥ずかしゅう存ずる。本の座教にて。と、答えたばかり。不愛想でむっつりした敬之助に比べて、源八郎のさほ正しい陰銀な振る舞いは、試合に勝った後だけ余計にみんなの好意を買った。よ、小杖殿。源八郎の声に、一同が振り返ると、雑木林の中から小走りに、 小寿が出てきた。なんだ小兵が目を怒らせてわめく。お父様小寿はそばへ来ると、玄八郎が見するような瞳でじっと見つめるのには目もくれず。私、先日のご返事を申し上げまする。なんだ先日の返事とは縁談のことでございます。玄八郎がちらと見る。 正兵衛は、馬鹿者が、かような場所で何を申す、はしたない真似をいたすな。い,いえ、ただいまの勝負を拝見いたしましたゆえ、わざとここで申し上げるのでございます。正兵衛は、チらと玄八郎を見た。玄八郎は微笑しながら、そしらぬ風で足元を見下ろしている。小寿はきっぱりと、お父様小寿は、 緑へ嫁に参ります。え<ん>と、正兵衛。玄八郎も驚いて顔を上げた。小勢は、臆した様子もなく、もう一言。私慶之助様へ参ります。というと、呆れている人々を後に、キビスを返して、その場を去った。六。 家へ帰った小兵。場所からもわきまえぬ振る舞い。何としたことだ。と、いざ詰めに叱りつけたが、小勢は同じことを繰り返すばかり。ことさら勝負に負けた敬之助の嫁になろうという所存も、いくら聞いても答えない。さいはそのうちに、申し上げるおりもございましょう。どうぞ、何も仰せられず、敬之助様のところへ、嫁にやってくださいませ。 と、てこでも動かぬ決心である。すでに、十九にもなっている娘、何か考えるところあってのことと、小兵もついにこんまけがして、このよしを、慶之助に通じた。もちろん、慶之助の方に依存はない。その年十一月、正式に家久へ、縁組のことを申し出しで、小杖は慶之助と、 婚姻の式を挙げた。収まらんのは、イノウ・ゲンパチロである。なんだあの娘は。<laughs> つらあてがましく、試合の場で負けた奴を選ぶなど。小嶺のそぶりで、かねてから自分に思いを寄せているものと信じていただけに、失望も大きく、恨む心も深かった。御堂 <laughs> も御堂。高慢の腹をへし折られながら、 恥じる様子もなく押し回っている。こんな田舎だから住むようなものの、もし江戸ででもあったら、面目にかけても腹くらい切らねばならぬところではないか。それを上州であっても、平気の兵座で、ろくな挨拶もしよらん。不平は、もう一つあった。慶之助の矢も手に立って、見事に玄八郎が勝ちを取ったこと。一時は藩の評判に上って、 どこへ行っても、イ能は晴れがましい惨事を浴びせられたが、ケ之助と小杖が婚姻の式を挙げる頃には、いつか噂は泡のように消えてしまった。殿のお耳に達すれば、ご家族は間違いなしでござろう。そういうり沙汰も、噂とともに跡形もない望みとなってしまった。目のあるやつは、 一人もいないのか不平に、不平が募ってきた。ある日、常駐で敬之助と顔を合わせた玄八郎。近くに人々のいるのを承知で。いやご近張でござるな。その後、休日の方はいかが召されたと、大声に呼びかけた。それも敬之助は、にやりともしない。 せいぜい、お励みなされい。殿には、プラダ港に、紀殿を当藩の、休日批判役だと仰せられたそうな。お言葉に対しても、今少し上達せねば、他藩に聞こえて、恥ずかしゅうござるからな。されば、水のように静かな、ケ之ノスケだ。もっともケ之ノスケは、皮肉に唇を歪めて、 新妻の持ち立て、うかうかと心が弾んで、修行どころではござるまいが。さよ。ケイノスケ、初めてにやりと笑って。新妻は、良きものでござるよ。というと、そのまま行き過ぎようとする。源八郎は、思わずカッとなった。またれい。挨拶もせず行き過ぎるわ。 いのをざんとあなどってのことか。し八郎しんなりとも、こうをもって、くを盗むよろぼうしとは違うぞ。武士は武芸の優劣をもって、戦後の順序とする。いささか、果実つおうした武道の作法。まだ、ごし心がいらぬと見えるな。声が激しかったので、爪の間にいた二三人が立ってきた。けいのすけは、 別に気にする様子もなく、反歩し去って。挨拶をせぬが、作法でないと申されるなら、改めて挨拶つかまつろう。ご無礼つかまつった。これでよろしいかではごめん。さっさと立ち去ってしまった。つっかかってきたら、先日の試合のことを持ち出して、恥ずかしめてやろうと思っているのに。 案外、慶之助が平然として行ってしまったから、源八郎の胸の炎は、ますますたけるばかりだ。イライラと自分の爪の前へ戻ろうとすると、故障の一人が走ってきて、井戸の、お召しでござる、と知らせた。耐えてないお召し、なんであろうと、故障に案内されていくと、書院の縁先に塔を持ち出させて、 ゆったりとかけていた家久が。玄八か、地をよれ。と、振り向きもせずに言う。ご機嫌うるわしゅう。縁に平服する玄八郎。家久はしばらく庭席を見合ったまま黙っていたが。先日、京と珍しい試合をしたそうだな。は、玄八郎は表を上げて。 いささか、主練を試みてござります。うん。イエヒサは、うなずいた。七。死災は、世も聞き読んでおるが、思考の戯れにひそしいこと、いつまでこだわっておるでもあるまい。いい加減に、忘れるがいいぞ。恐れながら、玄八郎は強く。 思考の倒れとは心得ませぬお言葉。武芸の立ち合いは命をかけて捕まつるが本来。玄八郎、倒れに剣は抜きませぬ。命をかける。イエヒサは振り返って。ほう。その方を世に叱感するとき、世の馬前に死すと誓ったではないか。酒の上の一族でイエヒサにくれたはずの生命をかけるとは。 聞き捨てならんぞ。しかし、武道のためには、黙れイ久サは、いきなり怒鳴った。ものを知らぬ奴。いや、一筋二筋、切って落としたがなんだ。ただいまも通りかかって聞けば、慶之助を捕らえて、悪う増言。あれが武道を知る者のいた仕方か。 座教も同じ立ち合いの二度三度で、真の優劣が知れるものではない。辻ると後悔するぞ。玄八郎、無言で唇を噛む。慶之助は、かの試合の翌日叱っておいた。貴様は心残ゆえ、悟しにしてあったのだ。以降、わがままな振る舞いはならんぞ。 下がってよろしい。源八郎、むっとしたまま退出した。家へ帰ったが、肝が煮えてかなわぬ。生来それほどの愚物でもなかったのだが、一度ひねくれ始めた心は、どうにも取り返しようがない。その夜一や考えた上、翌朝早く。当反紙を見るの人なし、部を持って、 六王ハムに足らす。伊能玄八郎。と、筆太に大きく書きしたためた紙を、門扉へぴたりと貼り付け、旅装もそこそこに出奔した。その朝、慶之助は早出資で、ちょうど午前へ出ていると、近字の倉町祐介というのが、伊能玄八郎の張り紙を持参した。 井のめ、かようなものを書き残して出本つかまつった様子でございます。見せろ。手に取って読むより。うん、けしからぬやつ。イエヒサ、怒りを発して。墨の乾きより見るに、遠くは行くまい。お手てやって、切ってしまえ。は、黒餅が立とうとする。しばらく、ケ之助が進み出た。 打ち手の役、私に、仰せつけださりませ。やるか。は。萩ぎ林田長谷部宇野のの嫁、剣士として、堂々の儀、お命じだされたく。現場長は、私一死にて、しとめまする。よし、行け即座に、命が発せられた。馬上の動き、シックして北上。 炭屋峠にかかる五丁余り手前で、猪野を玄八郎に追いついた。猪野氏、またれい。ケ之助は、馬足を緩め、矢頃をはがって止めると、大声に呼びかけた。玄八郎は振り返って。おう、気よったな。早くも、呼んだに大刀の恋口をくつろげる。上位だ。首をもらうぞ。 古尺なこと。玄八郎が見ると、ケ之助弓を構え、ただ一筋、十二束ある寸止みの矢を手早くつがえる様子だ。玄八郎、せ,せせら笑って。懲りもせずに、また一役。今度は切りとしたばかりでは済まぬ。カジハ刀流の剣が、気候の首へ飛んでいくぞ。 ひらりぬくけん、けいのすけは、ひょうのひとやは、ちとちがうから、こころしてうけるがよい。よんめいのほうへふりかえって。せんじつ、おたちあいのかたがた、けいのすけのゆんぜい、ためてごらんに入れる。ごめん、といって、うまわし、にさんぽさがった。げんぱちろうは、 大東を西岸にとって、軽々と光る瞳、北と、軽之助の目を見つめる。軽之助は、あぶみを踏み張り構えを立てるや、きりきりと大きく弓を引き絞った。二足、三足、張り切った沈黙が続く。四名の剣士役、思わず呼吸を詰め、手に汗を握って見守った。 と、ビュン、と、響く鶴。光のように飛ぶや、かっ源八郎は身を沈めて、大刀を逆に振り上げたが、すでに矢は、心臓を真上から射抜いていた。よろよろと、後ろ様によろめいて倒れる。おお剣士役の面々が、馬上に伸び上がる。源八郎は倒れるや。 刀を杖に立ち上がろうとする。啓之助は馬を飛ばして近寄り、飛び降りるや抜き打ちに一刀。肩から胸まで切った。剣士役四名は石のように物も言わず立ち尽くしていた。玄八郎の印と始末のことを聞いた家久シサ、ふとイブカシゲに。だが、啓。 果実の立ち合いに負けを取ったのはどうしたわけだケイノスケ、にやっとして。は、実は日頃のゆんぜいの三分の一に足らぬ、稽古用の弱い弓を持って、試合いたしたのでござります。でなければ、たとえ木のかぶら絵を持ってするも、のうの命はござりませぬ。うん。イエヒサは、ほれぼれとケノスケを見た。 そうだったか。なんぞ死災もあろうと存じたが、弱い弓とは気がつかなかった。心得のほど、喜ばしく思うぞ。は、面目に存じまする。イエヒサは、そこにいる、鬼にくら商兵の方へ振り返って、軽く笑いながら。海賊の者読め、おにくまで見分いたしながら、誰もそれに気づかなかったとは、 おこたりだな。いや、けいのすけが、静かに。ただひとり、それを見抜いたものがおりまする。ほ、誰だわたしの妻、こずえにござります。しょうべいが、ひざを乗り出した。しあいをみて、わたくしの心遣いを知ったとき、けいのすけの嫁になろうと、決心したよし、寝物語に、 白状をつかまつりました。掘れ、御前だぞと、正兵衛。警名、きわどいところで申しおる。許さぬぞ。イエシサは、晴れ晴れと笑った。